皆さんこんにちは。今回は日本一の駄菓子売り場を紹介させていただきます。日本一の駄菓子売り場は岡山県瀬戸内市長船町東末1373-5にあります。国道2号線岡山バイパスから岡山ブルーラインを備前方面に走ります。奥出口で降りて県道39号を左折します。約5分、 3.5 キロで日本一の駄菓子売り場に到着します。お店の看板がなければわからない。倉庫の作りですが、売り場面積は約1000平方メートルあり、中に入ると昔懐かしい駄菓子が所狭しと並んでいて、見ているだけでも楽しめます。最後までご視聴をお願いします。店内は駄菓子を求めてたくさんのお客さんです。懐かしいお菓子が所狭しと並んでいます。水飴、ビッグカツ、ボンタ飴、チロルチョコ、モンキーバナナなど数々の駄菓子が並んでいます。昔懐かしいブーメランや飛行機などもありました。岡山県瀬戸内市長船町の日本一の駄菓子売り場は楽しんでいただけましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドサインもよろしくお願いします。